この技は正座をしている手の手首を受けが立った状態で片手で引いた時四方投げで投げる技である。 内半身に構え手は接近し正座方で正座でをする受けは斜め前方から進み手首を持ち引く手は執行方で進みながら手を持ち後方に反り振りかぶりつま先を支点に回転しながら受けの腕を肩口に折り込み前進し倒すさらに腕を決めとどめの当て身を入れる。 受けは下手の斜め45度の方向から接近し手首を持つ。下手は執行方で受けの歩幅3分の1まで進みながら、手は丸く返しながら肩の高さに突き出し、右手を添える。腰を入れた姿勢で後方に反りながら、両手を額の高さに振りかぶり、受けを崩す。 つま先を支点に後方に回転重心の移動をしながら受けの腕を肩口に折り込むさらに右膝から前進し倒すと同時に左膝を引き付ける倒した時の受けの手は右膝の横腕を決め最後にとどめの当て身を入れる技を施している間腰が浮いたりかかとが離れたりしないように 執行法を正しく行うように注意する。 この技は正座をしている手の手首を受けが立った状態で片手で押した時四方投げで投げる技である。 腕は接近し正座方で正座座でをする受けは斜め前方から進み手首を持ち押す手は持たせた側の膝を軸に後方に回転すると同時に肘を返しながら手を肩の高さに突き出し右手を添える一同様上体を反らし手を振りかぶりつま先を支点に方向を変えながら腕を肩口に寄り込む前進し倒しさらに腕を決め とどめの当て身を入れる回転する際回転する側の膝が浮かないように動作を行う。 この技は正座をしているしての両手首を受けが立った状態で両手で引いてきた時四方投げで投げる技である。 下は接近し正座方で正座でをする受けは下の正面から進み両手首を持ち引く下は受け側の膝を立てながら進ませ両手を突き出しさらに立ち上がりながら両手を振りかぶり足を引き腕を肩口に折り込み後ろの足から踏み込み倒し腕を決めとどめの当て身を入れる。 手は両手を足の付け根から膝の上に滑らせ受けに手首を持たせる引く力に合わせ膝を立てながら受けの歩幅3分の1まで擦り足で進み同時に後ろの膝は引きつけながらつま先を立て両手を前に突き出し手を添えるさらに左足からすり足で進み構えの体勢まで後ろの足を引きつけながら立ち上がり同時に両手は押し出すように額の高さに振りかぶる 前の足を軸に後ろの足を引き方向を変えると同時に体勢を沈め受けの腕を肩口に折り込むさらに腰が浮かないように右足から踏み込み素早く左膝を引きつけ倒す腕を決めとどめの当て身を入れる この技は縦の重心の移動によって四方投げで相手を倒す技である。